オレンジ軍はアメリカが州国テキサス州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8万1837人であり、2000年の8万4966人から3.7%減少した。軍庁所在地はオレンジ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。オレンジ軍はテキサス州の南東隅にあり、 ルイジアナ州と接しているが、南にジェファーソン軍とサビーン湖があるために、メキシコ湾の海岸線には接していない。オレンジ軍とジェファーソン軍が作るゴールデントライアングルに入っている。オレンジ軍は1852年にジェファーソン軍の一部から設立された。サビーン川の川口近くで初期開拓者が柑橘類を育てていたので、果物のオレンジから軍名が取られた。 この地域には極めて寒い冬がたびたび訪れたので、障害のために現在では、オレンジの木や、柑橘類の果樹園は残っていない。柑橘類は冬に欠実するので、霜や氷のような気象に弱かった。現在のテキサス州における、柑橘類生産は、冬でも常に暖かい南西部リオグランデ川バレーに移されている。これと同じようなことが、東のフロリダ州でも起こっており、 寒冷な冬が続いたために、フロリダ州シトラス軍やオレンジ軍に、柑橘類の果樹園は残っていない。フロリダ州でもテキサス州でも、柑橘類栽培は温暖な冬を求めて、南部の方に移動しており、総外の脅威から遠ざかっている。第二次世界大戦中、オレンジ軍では、アメリカ海軍や同盟国海軍のために、大量の造船を行った。主要造船業者である、 コンソリデーテッドスティールコーポレーションがオレンジ市にあり、建造した艦としては、この地域発の軍艦であるアセスオーリーツク、アセスポープ、最後の軍艦であるアセスカーペンターがあった。戦中にコンソリデーテッドスティールコーポレーションは2万人以上を雇用した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は380平方マイルであり、 このうち陸地356平方マイル、水域は23平方マイルで、水域率は6.10%である。オレンジ軍は東をサビーン川を隔てて、ルイジアナ州に接し、南東はメキシコ湾、西はジェファーソン軍と接している。北は州内の3つの軍に接している。北西の境界はネチェス川になっている。オレンジ軍最大の建物は2010年に、 建設されたウェストオレンジスターク小学校である。オレンジ群の地形は変化がほとんどない。群内の様々な地点で海抜33フィートになり、それが最高であるので極めて平坦である。土壌はメキシコ湾岸の他地域と同様さの多い質である。砂質土壌はルイジアナ州南部、ミシシッピ州、アラバマ州でも見られ、フロリダ州西部と南部でも多い。 サビン川に沿った軍南東部の大半には塩水故障がある。軍北部には松林がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オレンジ軍の公教育は下記5つの独立教育学区が管轄している。オレンジ軍の主要経済活動は石油生成、生死、米作農業及びエビ漁業である。オレンジ軍は 元軍艦建造の中心だったので、ジェファーソン軍には、現在もアメリカ海軍の幽霊艦隊が残っており、水質汚染のないように洗浄された後にスクラップにされ、金属の活用が進められている。尖閣解体のために現在でもオレンジ軍住民が雇用されている。オレンジ軍空港は一般用途空港である。西のジェファーソン軍にある南西テキサス地域空港から、 商業便を利用できる。ありがとうございます。